京子！京子！修二、京子、修二、京子。お前こんなところで何やってんだよ。もういいと思って、もう十分だと思って。もう十分ってなんだよ。もう死ぬ気だったのかなあ。わかんない。もうなんでだよ。お前なんでそんなことすんだお前。俺いるだろなあ。俺いるじゃねえかよ。バカや。痛いよ。ふざけんなよ。ごめん。焦った。死んじゃったかと思った。ああ、お兄ちゃんから連絡言ったの。お前何冷静なこと言ってんだよ。ごめん。主人に抱きしめられてたら感覚戻ってきた。生きてるんだって感覚戻ってきた。俺まだ安心できないからしばらくこうしてっかんな。ごめんね。お前一人で死のうなんてすんなよ。死ぬんだったら俺一緒に死んでやっから。マジ？マジだ。
中が冷たくて何も感覚なくなってたのに、頬を伝う涙が温かくて温かくて温かくて、ああ私は生きてるんだって。